ある遊びに参加してほしいという依頼を受けた私たちは怪しげな廃ビルの前に来ていた。すごい人数だな。参加するだけで報酬がもらえるらしいからね。こいつら全員金の亡者どもってことか。影だって二つ返事で飛びついたくせに。え？何言ってんだよ。俺は困ってる依頼人のためにな。はいはい、そうですね。まったく、なんでわしまで付き合わなければいかんのじゃ。無理やり連れてきよって。ボティスと一緒に遊びたいと思ってな。あ、依頼人だ。やっと説明が始まるみてえだな。皆様、この度はお集まりいただきありがとうございます。早速本題に入りますが、今回の遊びの内容はズバリかくれんぼです。かくれんぼ？ガキじゃあるまいし。みんなでかくれんぼか。楽しそうだな。ここにも子供がおったか。早くに見つかって離脱したとしても報酬はお支払いします。マジかよ、太っ腹すぎる。べー、これはさっさと見つかって帰るしかねえな。影尾にしては名案じゃな。ちょっと、せっかく依頼してくれたのにそれは失礼でしょ。なんだ、鬼ってどんなやつなん？もしかしておじさんが鬼すんの？言わずともすぐにわかりますよ。隠れる場所はたくさんあるので、ぜひ楽しんでくださいね。10、9、8。ビル内のスピーカーから聞こえてるみたいだな。どこに隠れるのか決めよう。お、あのロッカーならみんな入れそうだよ。カウントあったけどどうする？柱とか適当に隠れる。だるいし見つかろうよ。ちゃっちゃとお金もらって帰りたい。あー、それは俺も同感だわ。まだ言ってる。あれはまさかあれが鬼なのか。作り物だろうけどすごい迫力だね。ほう、よくできておるではないか。本当に人間が作ったのか。いや待て、なんかヤバそうだぞ。いやー、待ってて。おい、話せよバケモノ。なんだよこれ。いやうっかー。そんな、どういうことだ。お、単なる作り物ではなさそうじゃな。くそ、ただのかくれんぼじゃねえなこれ。早速2名が脱落しました。モニターで2名の最後をもう一度。いやもちろん報酬はお支払いしますが、すでに亡くなっているので意味はないかもしれませんね。あの野郎、そういうことだったのかよ。それではどんどん参りましょう。カウントを数えますのでしっかり隠れてくださいね。10。こんなこと早くやめさせなきゃ。依頼人がこの廃ビルのどこかで見ているはずだ。手分けして怪物から逃げながら探そう。行くぞボティス。わしに命令するな。しかし広すぎるぜ。早く依頼人を見つけねえと、さすがに全員は守りきれそうにね。来たか。うわあ！って、死にたくないよ。うわあ！影！影千代。おお、あの怪物、いい暴れっぷりじゃのう。生き返った。すげえ力だなあいつ。よかった。いまいましいやつじゃ。だいたいこうなることが分かってるくせに慌てる意味がわからん。分かってはいてもな。お、やめたから。今のうちに早く逃げて。 ありがとうございます。素晴らしい、この若者たちならきっと。かなり時間が過ぎてしまった。一体依頼人はどこに。もう放っておいて帰ればよいのではないか。そうはいかん。あ、なんだあの奥の部屋は。ほほう、ずいぶん厳重じゃの。入れそうにないな。他を当たろう。待って、ここに入るのじゃ。なぜだ、鍵が何重にもかかってるんだぞ。だからこそじゃ、何か見られたくないものでも隠しているに違いない。お前のバカ力で壊せるじゃろ。わかった。なんだここは、まるで子供部屋のような。ふふん、やはり何かありそうじゃな。これは日記か。読んでみろ。パパは人間を強くする薬の実験で大変、僕は寂しい。この部屋の主のものか。ほう。しまった、この部屋に気を取られて。なんだか様子がおかしいぞ。シビリ！おら！なんとか拘束できたな。間に合ってよかった。怪我はないシリ。ああ、しかしこの怪物、何か様子が変なんだ。
うしちまったんだこいつ。なんだか苦しそう。あなたたち、なぜこの部屋に入ったんです？依頼人のおっさん？鍵がかけてあったはずなのに。自分から見つかりに来るとは好都合だぜ。覚悟しろよ。今度は暴れだした。おい、この部屋はなんだ？この怪物と何か関係があるのか？それは…お前は本当にアホじゃの。日記を読んだのにまだわからんのか。怪物の正体はこやつの子供じゃろ。日記ってこれか。この子供部屋はそやつがまだ人間だった頃の部屋じゃろ。だから固く閉ざして侵入を防いでおったんじゃないか。その通りです。どういうこと？人間だった頃って。まさか日記にあった人間を強くする実験と関係が。かつてこのビルは研究所で人間を強化する薬の研究をしていました。しかしある日、息子が間違って試薬品を飲んでしまい、恐ろしい怪物と化して研究員を皆殺しにしてしまったのです。こんな姿になっても自分の息子です。私は息子を喜ばせるために今回のかくれんぼを企てました。息子は遊び相手を欲しがっていましたから。ふざけんなよ。てめえの息子の遊び相手で何人が死んだと思ってんだ。申し訳ないことをしました。でもあなたたちはしぶとく強い。息子の遊び相手に最適です。はあ、お願いします。このビル内に残ってずっと息子と遊んであげてください。これでやっと息子は幸せになれるんだ。狂ってる。てめえ、何がおかしいんだよ。やはり人間は滑稽じゃな。こんな姿になったまま生き続けて幸せもクソもないじゃろ。あるはずだ。こんな姿でも私の息子です。そのためなら何だって。それが欺瞞だと言っておるのじゃ。貴様は息子が怪物になった現実を直視せず、幸せにできる方法があると思い込んでいるだけのアホじゃ。じゃあどうすればいいんだ。この子が幸せになるには。簡単じゃ。処分すべきじゃろ。拘束を解いた。危ない。寂しい。遊ぼう。傑作じゃな。そのような仕事に乗ってもまだ人の心があるとは。だとすれば、この怪物がビル内を徘徊していたのは父親である貴様を探しておったのかもしれんな。そんなバカな。ふん、お前はつまらん。現実から逃げ、責任から逃げ、息子からも逃げ、実につまらん低俗な人間じゃ。現実逃避。そうだ、本当は分かっていた。私がすべきことは。そう思う。まずい、力が強すぎるんだ。その気はなくても依頼人を潰しちまうぞ。助けなければ。止めないでくれ。これでいい。この子のそばにいてあげたい。パパはずっと一緒だ。終わったんだね。ああ。ふん、つまらん幕切れじゃな。帰ろうぜ。見てくれた君が大好き。